なるほどね、そう読みましたが、うん、僕はねそういうふうに読みましたね。フランチャイズおばあちゃんの歌詞の意味、まあこれはね、なんとも取り上げるべきかということもあるんですけど、でもフランチャイズなんていう言葉がタイトルになって歌になるっていうのは、僕は洋楽聴かないから海外であるのかもしれないけど、日本では初めてだと思うな。それもまあゲスの極み乙女というね、まあ割と有名な、はい、ベッキーさんとの件で有名になった川谷絵音さん、はい、違うグループとかもやってるんですけど、そっちもあのいい曲多いです。竹村さん的にこの意味はもうあの仮説は立てたんですか？いやいやいや、検索して出てきました。うん、で僕もまあ何回も聞いてみましたけど、はい、まあただね、歌詞っていうのは、うん、まあ、こういう意味だ、これはこうなんだっていうのがまず分かりやすければいいってもんじゃまずないし、まあそうですよね、解釈っていうのはやっぱり人それぞれで、そこのこのいろんな解釈ができるっていう幅っていうのがあるっていうのが芸術に近くなっていくわけで、はい、だけどまあこれはこの番組で取り上げる以上ね、一定の解釈はしないと、はい、と思って、はい、竹村仮説はこのフランチャイズおばあちゃんどういう意味なんですか？まずね、川谷絵音さんはこのフランチャイズを肯定的に捉えてますね。ほう、最初のフレーズのところね、はい、フランチャイズっていう思想すごく便利、はい、フランチャイズっていう思想建設的、うん、フランチャイズっていう思想もっと使いたい、フランチャイズっていう思想応用できそう、フランチャイズっていう思想僕ならこう使うんだけどな、はい、非常にこのフランチャイズを肯定してるってことはここから分かりますね。そうですね、うん、歌詞の後半で否定したりとかもないもんね。そうなんだよね、まずそこは前提として思って、はい、でちょっとこの曲について川谷さんがインタビューに答えてるのはググれば出てくるんですけど、それを読むと大好きなおばあちゃんがね、実際のおばあちゃんが死んじゃった後作った、ほう、そのおばあちゃんなんか施設に入ってて、ほう、で施設からも抜け出してなんか徘徊しちゃうとか、ほう、でちょっと困った状態だみたいなのを川谷さんは聞いてたらしい、ほう、でも結局最後まで会えずに亡くなっちゃった、でそのおばあちゃんにことを、その本当自分のおばあちゃんのことを歌ったこの歌詞なんですよね、はい、おばあちゃんはいなくなっても何かが残ってるわけですよ、はあ、そこにかけてるんだよね、要するに、まあ、ちょっと飛躍的だけど、例えばカーネル・サンダースはいないじゃないですか、でも店は残ってますよね、まあ、それと同じようにその自分のおばあちゃんのことをこのフランチャイズのようにこのどっかに残ってるっていう、そういうところに引っ掛けた歌だと僕は思います。なるほどね、そう読みましたが、うん、僕はねそういうふうに読みましたね、うん、僕はてっきりおばあちゃんが、うん、たくさんフランチャイズで加盟してるそんなわけないじゃないですかまたアントレ読んでるよみたいな、おばあちゃんが亡くなっちゃってフランチャイズおばあちゃんって、そうじゃない、これはフランチャイズっていう考え方発想をプラスで見ると、うん、人の死っていうのはね、はあ、そういうことなんだということなんだと思うんですよ。まあ何かしらのノウハウじゃないけれども、その生き様というか、うん、何かが残ってると、そう、まあ、そうやって考えればね、まあ、人間というのはご先祖様からの遺伝子でね、まあ、そういうこの、まあ、例えば立派な親父さんがいたりしたらね、人としてそのフランチャイズ的に受けてる場合がある、遺伝子的に。僕の場合はちょっと親父があんまりダメだから、これを逆をやってうまくいく、でもすごい立派な親父だったら僕はこのお父さんのフランチャイズ、そういうこの発想だね。その川谷さんがそのインタビューで歌詞の意味をよく読んでほしいみたいな言ってんだけど、別にそれだけで何も言ってないから普通じゃ分かんないよね。竹村学説を同じことを唱えてる人います？いないと思うね。全然そんな、そもそもこれはこういう解釈だと思うみたいなのがないもん。おばあちゃんのことが好きだっていうことが伝わってくるみたいな。まあ、けど最後の、うん、まあフランチャイズ以外の歌詞は何かしら面影が、うん、フランチャイズ残りはフランチャイズね、うん、こういうのもインスピレーションだと思うのね。フランチャイズっていうことに対するね、あ、そういうインスピレーションされたんだと、少なくともその大好きだったおばあちゃんとフランチャイズをくっつけてくれたことに対してこれ敬意を表したいとフランチャイズなんてこんなに歌詞になったことがないから、僕はおばあちゃんポプラに加盟してたんじゃないかなそれは 100% 違う、いろんなフランチャイズやってたおばあちゃんじゃない、そんなおばあちゃんわけないでしょうん、コインランドリーはね、結構あるんですよ、コインランドリーの歌っていうのは、名曲ではね、柳ジョージ&レイニーウッド、知らないよね、はい、コインランドリーブルースってのがあるんですよ、
真夜中のコインランドリーっていうね、最後の1枚洗い終わったらこの街出ていこうみたいなさまず悲しい歌なのね俺たちは魚で川の流れには逆らえないみたいなさ、まあ、昭和っぽいさ、もうなんかこの古いコインランドリーで出会ったダメあの男女の恋の歌なんですけどね。コインランドリーは結構そうやってこう取り上げられるけど、フランチャイズは初めてだね、はい、僕流の解釈でしたけど。すごい、いやけどあるかもしれないねそれね、はい、いやけど正解を求めるもんじゃないかもしれないけど、ちょっとね、そうそう、歌詞なんてのはそういうもんだから ね、どういう思いで作ったのかちょっと気になっちゃいますね、はい、はい。